大山増達総裁を中心にですね、あのレジェンドの皆様がこう喧嘩空手と呼ばれた時代からですね、その道を極めて、空手道として、そしてさらに、ビジネス、世界的な大きなビジネスとなり、そして教育にもなり、今や本当に世界中のエンターテインメントともいえる、そういった空手道を作ってくださった、その道がね、感じることができました。私もお世話になった空手界、非常に、この番組に携われて嬉しいです。ぜひ空手バカ一代レジェンド同窓会スペシャルご覧ください。戦いましょう、はい、空手バカ一代レジェンド同窓会スペシャル。漫画連載50周年を記念して、実在のレジェンドたちが集結。さらに漫画に影響を受けた著名人からのインタビューも。7月22日夜9時から。お見逃しなく。